ロドスの巨像の創造図ロドス島の巨像は、紀元前3世紀頃に、リンドスのカレスによって、エーゲ海南東部のロドス島に建造された、太陽神、ヘイリオスをかたどった彫像。世界の七不思議の一つ。全長は34メートル。台座まで含めると、約50メートルになり、現代のニューヨークの自由の女神像に匹敵する大きさであった。ヘイリオスは、 同じ太陽神のソルやアポロンと混同されたため、アポロの巨像とも呼ばれる。日本での表記には様々あり、ヘイリオスの巨像、ロドスの巨像や、ロドス島が、ロードス島と表記されることもしばしばであることから、ロードスの巨像、ロードス島の巨像などとも表記される。また、1961年製作のイタリア映画の、放題では、ロード島の要塞と題された。 紀元前323年、アレクサンドロス3世が死亡。彼には後継者が存在しなかったため、マケドニア帝国は有力な将軍たちによって分裂し、ディアドコイ戦争に突入した。この戦争において、ロドスはエジプトを領するプトレマイオス1世に協力した。プトレマイオスの対抗者であるアンティゴノス1世は、紀元前305年、 息子のデメトリオスに4万の軍を率いさせて、ロドスへ派遣した。城壁で囲まれたロドスの防備は固く、デメトリオスは工場塔を作って接近しようとした。まず、6隻の船に工場塔を搭載して送り出したが、嵐のために接近できなかった。デメトリオスは、ヘレポリスと名付けたさらに大型の工場塔を建設し、これを陸上からロドスへ送り込んだ。しかし、 木内から出撃したロドスの守備隊が城壁に到達する前にヘレポリスを阻止した。紀元前304年、プトレマイオスの派遣した軍隊がロドスに到着、デメトリオスは大いに慌て、急いで軍を引き上げさせた。あまりにも急な撤収だったため、多くの装備が置き去りにされていた。なお、デメトリオスはロドスの征服には失敗したが、他の都市を多く包囲、陥落させたため、 ポリオルケティスと呼ばれた。16世紀の画家、マーチン・ヒームスケクによる創造ズロドスの人々は、この勝利を祝い、太陽神、ヘイリオスへの感謝の証として、彫像を作ることとした。建造の式は、リンドスのカレスに任された。彼は20メートルを超えるゼウス像を建造した、リュシッポスの弟子だった。また、 かつて大長像の制作に関わったことのあるロードスの住民も協力した。古代の記述によれば、ロドスの巨像は以下のようなものだった。まず、ロドスの港の入り口付近に高さ15メートルの大理石製の台座を設置した。その台座の上に鉄製の骨組みを作り、さらに薄やお堂板で外装を覆った。外装はデメトリオス軍の遺棄した武器や工場等を追いつぶした。 物が使われた。建造には、森土の傾斜路を利用し、組み立てが進むにつれて、傾斜路の高さを調節して対応していたと考えられている。彫像自体の高さは34メートル、台座を含めると約50メートルに達した。巨像が完成したのは、着工から12年後の紀元前284年であった。58年後の紀元前226年に、 ロドスで地震が発生、巨像は膝から折れて倒壊した。プトレマイオス3世は再建のための資金提供を申し出たが、ロドスの住民は神に似せた彫像を作ったことが、神の怒りに触れたのだろうと考え、再建を拒否した。巨像は800年間にわたってそのまま放置され、その間に残骸を見物するために、多くの人が訪れた。大プリニウスの記述によれば、 巨像の脱落した親指に腕を回せる者は、わずかしかおらず、また指だけでもほとんどの蝶像より大きかったという。654年、ムアーウィアの軍がロドスを征服した。テオファネスの記述によれば、この時巨像の残骸は、エデッサの商人に売却されたという。商人は蝶像を破壊して、聖堂のスクラップにし、900頭のラクダの背に積んで、持ち去った。 彼らはイスラム教徒であり、巨像のような偶像崇拝を意んでいた。こうして、ロドスの巨像は残骸すら消失した。7世紀以降の人間はその姿を想像するしかなく、その過程で多くの誤解や伝説が生まれた。その最たるものは、巨像は高校をまたぐ姿勢をとっていたという伝説である。この場合は、高校の防波堤の両端に台座を設置していたことになる。 従来はこの説が広く信じられており、本校の画像もこの説に基づいている。しかし、現在の研究では、高校をまたぐ姿勢は、全長が大きくなりすぎ、耐久性も弱くなるため不可能だと考えられている。また、巨像は手に器を持っており、中には煮えた油や鉛が満たされ、港に不法に侵入してくる船があれば、内部のからくりで容器が傾き、 油や鉛を船めがけて注ぎ落としたとするものもある。シェイクスピアは、ジュリアス・シーザーの中で、カッシウスにこの伝説に基づいた以下のようなセリフを言わせている。ホワイマンヒードスビストライド・ザナロー・ワールド・ライク、エーコロッサス、アンド・ウィーペティ・ーメン・ウォーク・アンダー・ヒズ・ヒュージ・レングス・アンド、ピープ、アバウト・ツ・ーファインド・アワー・セルブス・ディ・サンラブル・グレイブス、ネ、ね、ー、足元。 キャッツはまるで巨漢のように世界を教師と等、見裸っているのに、我々、小人どもは、その大きな足の間に曲石って、惨めな墓場を、そうそうと覗いている。また、エマーラザラスは、ニューヨークの自由の女神像の台座部分内部の内壁に設置されたブロンズ生命版に浮き彫りに、されている、ザニューコロッサスという詩の中で、ロドスの巨像と自由の女神像を対比している。この詩も、 また伝説に基づき、巨像が高校をまたいだ姿で描写している。Not like the ゼ l ジャ e ア n d giant of Greek fame ズコンカーリングリムズアストライドフロムランドツーランド地と地をまたぐ制服の足を持つ名高きギリシャの心中の巨像とは異なり、巨像の再建に関する議論は以前から存在する。再建がなれば、ロドスの観光事業に 大きな影響を与えることが予想されるが、そのために必要な費用は高額であり、1970年代から何度かこの提案が持ち上がったが、その度に資金不足を理由に断念している。バッチアメリカ海軍の駆逐艦、蒸気の伝承があるロドス島に寄港した際、強風によりロドス郊外で座礁、後に破棄された。ありがとうございます。